6月23日に公開された3編の商品集映画「無情の世界」そのうちの1編「真夜中のキッス」の主演を唐田絵里香25が務めた作品内で唐田は自らが犯した取り返しのつかない事態から逃げようと深夜の街を駆け巡るという役柄を演じているしかし公開に際して行われたインタビューでの唐田のコメントが 波紋を広げている6月22日の「エンカウント」のインタビューで2020年1月から約1年半ほどの女優休業期間について振り返ったからだ。その中で次のように語っているのだ「あの時間がなかったら今の駅今の感情につながっていないので本当にたくさんのことを学びましたし知らなきゃいけなかった時間だったと思っています」 田は20年1月、『週刊文春』により俳優東出昌宏35との3年にわたる不倫関係が報じられ直後から出演予定作品を軒並み降板でに撮影されていた作品についても編集作業でカットされるなど一時は完全に表舞台から姿を消していた 今回のインタビューでは苦難の時期、とあるだけで休業の理由については伏せられており、あの時間がなかったら今の自分はないといった休業期間を前向きに捉えるような表現も見られましたもちろん、いろんな反省があった上で再び女優として表舞台に出るという決心をしたのかもしれませんしかし今回の発言に対しては。 身から出たサビなのに苦難って言い方はちょっともやもやする当事者があの時間があってよかったとかあの時間は必要だったみたいに話すのは違和感を覚えますなどの批判が多数上がっています体といえば同じ事務所に所属するある人物が心配していた広末涼子さん42です 東スポでは広末さんが復帰に向けてアドバイスを送っていたと報じています記事では広末さん発案で事務所公式の YouTube 企画が立ち上がり彼女はその裏方を担当していたことも伝えられていました現在は広末さん自身が W 不倫で世間を騒がせていますが「週刊文春」の取材にも今の事務所社長のやり方では「 私の大好きな戸田恵梨香や唐田や有村架純を守っていけないんじゃないかと話していたことが話題を呼びましたくしくもその心配通りの結果となってしまっているようです以下はネチズンのコメントをまとめたものですあの時から家庭を壊され子供たちからすると父親と過ごせなくなる時間が今も続いているのによくもまあこんな発言できるね 自分さえ良ければというう人なんでしょうね。当事者じゃない自分が聞いてもモヤっとするので相手方があることなのでよく考えて発言してほしいできればこの人見たくないですねあの時間がなかったら今ないはそのままンさんの家族に返したい唐田さんが言う言葉ではないよ唐田さんもご家族もズうしい印象しかない 一方でその図太とさが芸能界では必要なのでしょう悪い印象しかなくどれほど演技してもしらけて見えてしまう世界で最も才能のある女優と呼ぶにふさわしいから田絵梨花さんその独自の視点と表現力で彼女は私たちが映画や芸術を経験する方法を変えてくれました彼女のこれからの活躍に目を離すことはできません 再びその才能が輝き、見るものすべてを感動の世界へ引き込むでしょう。広末さんのような実績がある俳優さんがスキャンダルを起こしてもそれは一部でしかないが、唐田さんのような駆け出し俳優ではあの件で名前を知った人がほとんど。最初についたイメージが悪すぎるので、それ以降はすべておまけになってしまう。 それでも彼女を使おうとするのは作品より話題性を狙うかギャラの安さ事務所のコネと事情ばかりで彼女自身の演技力は後回しでしょう不倫そのものよりも人間性が苦手マウント取ったり相手の家族への謝罪がなかったり今回の発言といい自分のことばっかその後の対応が良ければねえって感じだけど全然応援する気になれん そもそも人間性良い人は妻子ある人と付き合わないか唐田さんを知ったのが東出さんとの不倫ですだから略奪のイメージしかないですあの時間ってバレて謹慎のこと確かに不倫しなければ知名度は低かったでしょうけど家庭を壊した立場で言うことないと思います イメージ落差が大きすぎたのともう似たようなキャラの女優さんはいますからニーズはもうないファンを裏切って波に乗れなかったのは自己責任だから仕方ないと思うけど見てる人を不愉快にさせてまで女優を続けるのかは自由だけど疑問は感じる。 不倫の話題で何かというとこの人の名前が出てくるけど名前聞いても顔も浮かばないしいちいち引き合いに出してきてもピンとくんのよ誰が推してるのか知りませんが苦難の時期奥さんのいる人と分かってて不倫してそれがバレて一定期間の休業したわけだけど本人は反省したからまた表に出て仕事をしても良いだろうってことだと思うけど 離婚に至ってアンさんの前向きな姿勢と大きく変化したこれからの人生に関わった一人の女性としてはあの時間がなかったら今はないとか他人行儀で無責任な話はいらないと思うし自分が不倫をして一つの家族がバラバラになったことは事実として変わらないわけだしこのまま引退ということはないはずですそれでは本人はもちろん家族も悔しすぎます 仕事再開については事務所さんにお任せしていますが本人も仕事を続けるつもりですし家族としても応援を続けていきます面の皮が厚いんだなだが世間はそんな面の皮でも容赦なくバリバリ引き剥がす果たしてどこまで耐えられるかな 唐田さんの発言はまあそのまま受け取っていいと思う私はアンさんファンだから許せなかったけどよくよく考えたら東出が一番悪いしまだ世間知らずな若い女の子なら調子にも乗ってしまうのはあるかと今は思うまあ嫌いではあるけどただ広末さんの事務所のやり方に不満ってのはちょっと違うしや勘違いしてる人だわって思った 大体事務所は唐田さんの時きちんと守ってたし見捨てていない広末さんは散々今までお世話になって尻拭いもして今があるのによくそれ言えるなぁとは思った記事内に貼られているリンク先せめて記事で触れている唐田さんのエンカウントインタビューで会って欲しかった この記事の書き方だとよくわからないのでインタビュー記事を見たけど自分の浅はかな行動が招いた期間ではありましたがというような自身の行動を悔いたり恥じたりする一言があると印象が随分変わると思う近親の経験がなくてもいろんな役柄を演じれる役者さん何回くらでもいるしちょっと自分を正当化しすぎと感じる インタビュー読むと社長が随分寄り添っているみたいだし社長の女優さんを取り扱うやり方が部分的に間違っているんじゃないかと思う謝罪の言葉がないのも唐田さん自身の意向でなく社長の方針ならなかなか気の毒なことだ